シーリングライトシーリングライトのタップと引き掛けシーリングシーリングライトは天井に取り付ける照明器具。シーリングライトは天井面に直接取り付けるタイプの照明器具で室内全体を明るくするために住宅などの居室や事務所などの主照明として用いられることが多い。日本では一般的な住宅などの各部屋の天井には 引きかけシーリングという一種のコンセントが設置されている。引きかけシーリングは、照明器具を固定する役割を兼ねており、引きかけシーリングに対応するシーリングライトでは、ほとんどの場合は、工具などを必要とせず、また直接のネジ止めなどで天井面を傷つけることなく、一般の人でも簡単に設置できる。なお、引きかけシーリングがなく、配線が天井より露出しているのみだったり、 引きかけシーリングがひび割れたり欠けている場合は、引きかけシーリングの取り付け、または交換を電気店や電気工事業者へ依頼する必要がある。光源は LED や関係の蛍光灯が多く用いられ、外側に光を和らげるためのアクリル等のカバーが付いている。設置する部屋の広さに応じて選択する。平らでない複雑形状の天井も多かったかつての、 新築住宅にはペンダント照明が多く取り付けられていたが、現代の新築住宅は平ら天井が主体のため空間が広く使えて清掃も簡単なシーリングライトやダウンライトを取り付けるケースがほとんどとなっており、ペンダント照明器具の需要は大幅に減少している。スイッチの入り切れは基本的には壁付けスイッチで行うが、リモコンを用いるタイプ、 プルスイッチを用いる機種もある。また、プルレススイッチ対応の器具は、壁スイッチを数秒以内に、オフオンする方法で調光が可能。現行モデルはリモコンで操作する機種が主体となっており、引き紐を用いる機種の生産は大幅に縮小。引き紐を用いない機種は必ず、壁スイッチと組み合わせて使用するよう指示されている。また同一メーカー。 同一アンドルイージシナバンのシーリングライトを同じ部屋で用いる場合に渾身を防げるリモコンモード切り替えスイッチを本体リモコン双方に搭載している国内主要メーカーのシーリングライトを操作可能な汎用リモコンも発売されているが LED 蛍光灯両方の器具を操作可能なタイプはなく蛍光灯器具専用と LED 器具専用とに分けられている 小型シーリングライトは小さな部屋に取り付ける照明で、光源は LED、蛍光灯、白熱灯に分かれる。大半の機種はアダプターを引き掛けシーリングに取り付けた後、器具本体を取り付けるが、アダプター不要で器具本体を90度回転させれば取り付け完了となるシーリングユニを採用した機種もある。なお、シーリングファンと一体化していたり、 ブルートゥース対応スピーカーを内蔵した製品もある。照明器具の寿命は製造から10年とされており、設置から10年以上経過した器具は最新モデルへの交換が推奨されている。白熱電球、蛍光灯、電球型蛍光灯を用いる従来型、シーリングライトペンダント器具は、国内メーカー全社が2018年限りで生産を終了。 現行モデルは LED に一本化された。2010年に LED 照明を光源に使ったシーリングライトが発売された。蛍光灯と比較して発光効率はあまり差がないが、環境光センサーと組み合わせて自動的に調光するなどで省電力を謳った製品が多い。また、調色が可能なことは蛍光灯にはないメリットである。蛍光灯に比べて長寿命だが、 LED が直接埋め込まれているため発光体のみを交換することはできない。そのため各メーカーでは電源部分に限って保証期間を長めに設定されている5年。ただし1日20時間を超えるような過酷な使用は2.5年のが一般的である。2012年には普及価格帯の製品が増えシーリングライト市場で LED タイプの販売数量が蛍光灯を上回った。客席の上、つまり舞台の斜め上からライトを当てることができるよう、観客席の天井に明かり体をつる照明。前明かりの一つ。通称シーリング。図面等での略称 CL。ありがとうございます。